嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週木曜都市伝説のコーナー。はい、今日は新居からお送りしたいと思います。新居だ、素晴らしい、素晴らしい、来ましたよ。まあ、ここ大富豪の僕の実家なんです。大富豪だな、あれの時から大富豪だった。部屋全部見せてやりてえよ。一番怖いのは教室とかにあるエアコンがあるから。はい、ハンバーガーって知ってますか？知らないですね。なんで知らねえんだお前。ちょっとだけ、ちょっとだけけ。牛肉挟んでてでしょ。おお、そう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 。まあ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 、京平さん、今ちょろっと牛肉で挟んだやつって言いましたね。うん、もし、そのハンバーガーがミミズでできているって聞かれたらどう？海外で結構噂になってるんだけど、牛肉 100% のハンバーガーっていうハンバーガーにはミミズが一部入っているらしい。え、マジで？食われへんやん。まあ、ある女の子がいて、うん、そう、女の子がそのハンバーガーを食べてたんだって。で、なんか食ってたらなんか食感に違和感を感じたんだって。あ、ちょっとうねってる。そう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 。で、パティをよく見たら赤い紐みてえなのがこうちょろんって出てたんだって。その赤い紐をよーく見たら、お前だと。俺じゃねえバカ。なんで俺がベンチにされてんだ。その赤い紐をよーく見たら縦線がこう入って、うわー、それやつ。で、店員に文句言ったんだって。はいはい、どうなってんのこれっつったら、別室に連れてかれて封筒を渡されたんだって。おー、うん、で、その封筒の中身を見たら5万円が入っていたと。黙ってろと。そう、うわ、これ払うから黙っててもらえませんかって。記者や、記者、記者、フライデーよ、フライデー。よくあるその芸能界の裏のやり取り。そう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 。だからその店ではコスト削減のためにもうミミズの肉も使っちゃってるっていうことなんだよね。ちょっと安いから、ね、そう。その辺の子はしっかりと5万円もらった上でバラしたよね。しっかりもらってから後でバラすっていう、ね、この話結構その海外では結構有名で、そう、あ、私の友達それでお金もらってたよとか、知り合いがそれでお金もらってたよっていうのがすごい広まってて、はい、で、こういう話が浮上してきたってわけ。いや、ほんまや、やばい、だってめっちゃ汚いでしょ、あいつら。バカ汚いよ、あいつら。おしっことか好きだよ、確かに。あ、大好き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 、おしっこ。まあ、でもこの話、デマだっていう説もあって、うん、まあ、なぜかっていうと、ミミズってコスト削減のためって言ったけど、実際これでハンバーガー作るってなると余計お金がかかってしまう。なんでかっていうと、牛で、まあ、普通統一されてるじゃん。うんうん、だからそのミミズで作るための工場とかも作んなきゃいけないし、その加工場とかもミミズ専用のやつも作んなきゃいけないから、これ余計金かかっちゃう。で、しかもミミズって、捌くのにめっちゃ時間かかるらしい。入れりゃいいんじゃないの？そう、なんかさ、なんか結構砂とか、そのおしっことか結構体内にいっぱいあるんだよ。汚ねえな。こう工場とかで捌けずに、人間の手で捌かなきゃいけないから、人件費もかかるしで、余計金かかっちゃう。そう、だからデマ説も結構濃厚っていう。うん、このミミズバーガーをその実際に作って食べた人がいるんだって。おお、ほらな。どんなもんなんだろうみたいな。中華ですかね。まあ食べたって。うん。そしたらもうすぐやっぱ吐き出しちゃったんだって。わかるな、味で。その人曰く金属っぽい味がする。うわー、え、今チューってなった。気持ち悪い、今。気持ち悪い。まあ、ミミズって魚とか食べるじゃん。まあ、釣りの餌とかにミミズ使うじゃん。って魚が食べられない、食べられない。そう、魚がミミズを食べるし、結構ミミズって薬とかにも使われてるんだって。だから体に毒はないんだろうけど、もう明らか人が食べるようなものではない。あ、フィッシュバーガーなんてもう行っちゃったらミミズバーガーみたいなもんだよね。だからもう確かにミミズを食ってる魚を食ってる俺が食ってるから、実質ミミズバーガーや。そうそう、フィッシュバーガー大好きなやつはもう今頃体の中ミミズの細胞だらけで、もう、うお、気持ち悪いって感じね。ミミズですよ。ミミズじゃねえよバーガー。フォルムがもう、いや、もう細長く痩せてるだけでしょ。俺お子線入ってる。入ってねえわ。おしっこ大好きですよ。おしっこ大好きじゃねえよ。大体自分でこう循環させて、なんだその無限エネルギーみたいな。まあ、デマとはいえ、さっき言った通り
友達が金もらってるっていう人意見が あまりにも多いか ら、海外に行って、うん、そのハンバーガー食べてたらもう知らず知らずのうちにミミズバーガーを食べてしまっているかもしれませんね。信じるか信じないかはあなた次第です。で、まあ、ちょっとプラスアルファ、プラスアルファ言っていいですか。肉の業者の人ってひき肉のことをミミズっていうらしいのね。その業界用語みたいな感じで。そうだから、もしかしたらこっから派生していった話なのかもしれないっていう。いろいろあると。真実は嘘か本当か分かります。気持ち悪い。気持ち悪いってなんだよ。気持ち悪い。いやいやいや、シンプルイズベストですから。もう教えてても横浜アリーナできんだから。ちょっと横浜アリーナ熱いメッセージ言ってくださいよ。最後お願いします。ああ、そうだね。この都市伝説をな、信じるか信じないかお前らだけどな。なあ、頑張りな。切ってます、もう切ってます。切るな、バカ。あ、暇つぶしにシャンデリアでも映しときます。あ、いいっすね。これがあの業者用のかっこよく喋ってる。俺落ちてかっこよく喋ってる。もう切ってます。この都市伝説をな、信じるか信じないかお前らが決めた。ダメだ。